の報告を求めます。農林水産委員長吉野正義君。ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は最近における肥料を取り巻く諸情勢の変化に鑑み、肥料の品質の確保及び肥料生産等に関する規制の合理化を図るため、肥料の工程規格に使用される原料についての規格を追加するとともに、届け出により普通肥料と特殊肥料を配合した肥料の生産を可能とするほか、肥料の表示基準の整備等の措置を講ずるものであります。本案は去る11月12日本委員会に付託され、翌13日江藤農林水産大臣からの提案理由の説明を聴取し、昨20日質疑を行いました。質疑終局後採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。なお本案に対し付帯決議がされました。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。本日はこれで散会いたします。